目の怪我はまず状況確認から。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。キミムネくんとリノンちゃんはもうすぐ3歳になる双子ちゃん。遊ぶ時も全力投球です。エミママからこんな質問をいただきました。子供が目を怪我した時の処置法をちゃんと知っておきたいです。先生お願いします。お答えするのは日本眼科学会認定眼科専門医、大原歯科眼科の大原院長です。まずは落ち着いて何で怪我をしたのかという確認をしましょう。子どもは動きが活発で頭の比率が大きいため、バランスを崩した拍子に転び目をぶつけることがあります。目を打撲したらすぐに冷やしてください。ただし強く圧迫しないように注意しましょう。また砂が目に入ってしまうことも多く見られます。その時は水道水で洗い流してください。たとえ本人が痛みや見えづらさを訴えていなくても、眼球に傷がついている場合もあるので目をこすらせないように注意してくださいね。手当てをしても眼科へ連れて行った方が良いでしょうか。応急手当てをしたらできるだけ早く眼科を受診した方が良いです。異物混入の場合は目に入ったものが何だったのか正確に分かるようにしましょう。薬品類であればその入れ物、例えば瓶や箱、説明書などを持参してください。またガラスや鉛筆などの場合は実物を持っていきましょう。何が目に入ったのかが分かれば診療の手助けになります。大人が取り乱すとお子さんも動揺し不安になります。病院では冷静にその時の状況を医師に伝えることが大切です。子供が目を痛がっていたら慌てず落ち着いて対処したいと思いますね。教えてね。はい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。